ちょっと。ここが族の本拠地ね。まずはさらわれた人質を助け出さないと。嵐を起こせ。私は無念転身流闘士の座を捨てた抜け目。あなたが呼ぶなら。ナオトラさんと同じか。行け、アーギー。宇の女の子にはなれない。ああ、恥ずかしい。他人を羨むなんてバカじゃない。生まれる場所は選べないのに。ありがとうございます。これで故郷の恋人の元へ帰れます。もしですよ、普通の女の子になれたら何をしたいですか？スイーツを食べてのんびりエステに行って。考えたらキリがないよね。私は普通の学生生活を送りたいな。勉強したり友達と一緒に遊んで。望まれたから消えて。ナオトラ殿、その調子で進まれよ。拠点の制圧に向かうわ。あやね、一緒に来てくれる？なんであなたの指示に従わなきゃいけないのよ。よろしくお願いします。次は負けぬ。敵将討ち取ったり。あなたが呼ぶなら。嵐を起こせ。ここはもう大丈夫みたいですね。他の皆さんも加勢しないと。一緒にお願いします。なんと力強い。手前拝見いた。熱い思いを感じる。お見事。燃え尽きよ。敵を買って。俺も入れてくれ。な
んと力強い。生きるためにさらにいいですよ。お見事。そこだ。敵を倒さなくてもこれがいいかも。いい感じです。あなたはなぜそこまで戦うの？俺に勝てると思ってんのか？笑わせろぜ。私とあやねが忍びじゃなかったら、一緒に学校に行って勉強して恋の話で盛り上がったりしたのかな。いい感じです。やっぱり私に普通の女の子は無理ね。私は闇に生きる忍びとして生きてきたんだもの。普通の女の子さん、ごめんなさい。私は池を捨てることはできません。やっぱり私は普通の女の子には戻れない。戦うのが私の宿命だから。女ども相手に手こずりやがって、まだ倒せんのか。おあいにく様、私たち普通の女の子とは違うの。敵はいつこ望まれたから。よろしくお願いします。すごいな。行け、アーディ。お前を見ろ。恥ずかしい。力か。行きます。これでいい。ありがとうございます。うまくいったみたい。普通の女の子だったらこうはいかなかったわ。三人とも大切な使命があるんだから当然よ。ちょっと、そうね。